性リンパ腫で闘病中の元フジテレビでフリーの笠井信介アナウンサー57が3日自身のインスタグラムを更新。5ヶ月ぶりの寿司に喜びを綴った写真。4ヶ月半ぶりに退院、やっぱり我が家の味が一番。4ヶ月半の入院生活を終え4月30日に自宅に戻った笠井アナ。今日はご近所さんから退院見舞いの握り寿司の差し入れがありました。嬉しかった。5ヶ月ぶりのお寿司屋さんの握り寿司ですと久々の寿司にかぶりつく写真を投稿した。入院中は食事制限の生活だったそうで、退院時に食事制限が解けていたので良かったです。それでも妻が、一応貝類避けておきましょうね、と避けてくれました。もちろん、自室で一人で食べましたよ。しかし、本当に美味しかった、と妻の心遣いと差し入れに感謝した。笠井アナは昨年10月からフリーとして活動するタイミングで健康診断を受け、悪性リンパ腫であることが判明。12月19日のフジテレビ系、特ダネ、月曜から金曜、全8時、への生出演で病名が、肥満性大細胞型 B 細胞リンパ腫、であることを公表し入院。6度の抗がん剤治療を終え、今年4月30日に退院した。この投稿には、いい笑顔、おうちは最高のお薬ですね、美味しいもの食べて体力つけてください、自宅で食べれる幸せですよね、などのコメントが寄せられている。